こんにちは、辰野の八木醤油です。今日は加古川市にやってきました。加古川市加古川町寺家町にあるラーメン屋のひまわりさんにお邪魔させていただいております。今映しているのは、店内の、様子になります。八木醤油の、濃口醤油を冷やし中華、それから、卓上の、醤油差しにお使いいただき、また卵かけご飯の、メニューにかつお醤油を、お使いいただいております。ぜひ加古川の皆さん、またその周辺地域の皆さん、一度ぜひ、ひまわりさんに、お越しいただけたらと思います。車は3台ほど止めれますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。